ステージが始まるまで楽屋での全員の行動を観察していたんだけど、カミュはいつもよりコーヒーに入れる砂糖の量が多かったね。甘みが足りないと感じたので追加しただけのことですよ。いきなりどうしたのです？私の好みなど特に面白い話題ではないと思いますが。無意識でもいつもとは違う行動を取るってことは、このライブに向けて何かしら思うところがあるんじゃないかなって。どう？お嬢様方にアニバーサリーの特別感を味わっていただけるよう気負っているところはあるかもしれません。そういう愛も普段より口数が多いようですね。僕もカミュと同じで、みんなにライブを思う存分楽しんでもらいたいから張り切ってるよ。心に正直にたくさん思いを伝えたいからね。今夜限りのパレードではみんなに特別な体験をしてもらいたい。メンバーに合わせてアレンジを変えるだけでまるで違った曲に聞こえるでしょ。僕たち4人のバラバラな個性で成り立っているいつものバランス、そこに一滴ずつ僕の色を足していったんだ。みんなの顔を見ると結果は成功みたいだね。僕一人で歌うときには味わえない感覚に支配されるのも心地いいと思う。みんなもそうなのかな。僕個人、そしてカルテットナイトに期待してくれていること、君たちの声を受けてそれを理解し成長していきたいと思うんだ。このままパレードの主役のままでいたいところだけど、次はランマルに譲るね。ロックな音楽で会場のボルテージを上げてくれると思うよ。僕の歌を聴いてくれたみんなの様々な感情をダイレクトに感じる。舞い散る紙吹雪もまるで心を表しているみたい。同じ瞬間に生きて鼓動を高め合う。音楽を通してこんなにも色とりどりの思いをやり取りできるのが嬉しい。君のことを知れば知るほど僕の中で君の存在が大きくなるんだ。だからもっと同じ時を過ごしていたい。これからまた一緒に新しい気持ちを育てよう。君と僕がいて二人のための歌を歌えたなら何度でもこの感動を味わえるはずだから。君との思い出を抱いて愛の歌が花開く。心に息づく大切な言葉たちをメロディーに変えて君に送るよ。